ニコラス・デイビッド・ポープは、イングランド・ケンブリッジ・シャー州総ハム出身のプロサッカー選手。プレミアリーグのバーンディ・ FC に所属している。ポジションは GK。ユース時代を、イップスウィッチ・タウン・ FC で過ごしていたポープだったが、16歳の時の2008年に解雇され、イスミアン・フットボールリーグのイスミアン・リーグ・ディビジョン1、ノースに所属するベリータウン・ FC に入団。 プロデビューを果たす。2011年5月24日、フットボールリーグ1のチャールトンアスレティック FC に移籍するも、政治 K の御座を獲得することはできず、ローン移籍を繰り返すシーズンに終始した。2016年7月19日、プレミアリーグに復帰を果たした、バーンディー FC と3年契約を締結。加入1年目の2016から17シーズンは、 リーグ戦不出場で終了。翌2017から18シーズンは9月10日のクリスタルパレス FC 戦で政治系のトム・ヒートンが前半戦で負傷した関係で後半戦から途中出場となり、念願のプレミアリーグ初出場を果たし1から0の勝利に貢献。17日のアンフィールドでのリバプール FC 戦では相手攻撃陣の猛攻に耐え、 1>, 1から1でしのぎきり、勝ち点1をもたらす。さらに10月1日のグディソンパークでのエバートン、FC 戦では、1から0で自身初のプレミアリーグカ封プ勝利を達成した。10月9日、新たに2020年6月まで、バーンリーとの契約延長にサイン、チームを7位に導いた。2018から19シーズンは怪我のためシーズンを丸々棒に振ったが、 翌2019から20シーズンに、政治5神だった、トム・ヒートンが移籍したため、同ポジションに返り咲き、シーズン15勝、クリーンシート15試合と、自己最高のシーズンを送り、チームも10位で終了。2020年8月には、チェルシー FC が、ポープの獲得に興味を示していると報じられた。イングランド代表でのポープ2018年3月15日、 バーンリーでの活躍が認められ、国際親善試合に挑むイングランド代表に初選出される。さらに5月には 2018FIFA ワールドカップのメンバーにも招集された。ありがとうございます。